して、デュートランに保存されているミッシュリーヌ22型ミッシュリーヌは、フランスのタイヤメーカー、ミシュランが開発、製造していたレール状をゴムタイヤで走行する鉄道車両の通称である。案内機常式鉄道とは異なり、レールは通常の鉄道のものを使用する。1930年代に数十種類の型が製造され、一部は営業運転に使用された。ほとんどは、 機動車であるが、一部ディーゼル機関車と客車の組みや、電車のものもある。なお、フランスの一部の地域では、ゴムタイヤ走行ではなく、ミシュラン製でもない機動車を、ミシュリーヌと呼ぶことがある。ミシュリーヌのタイヤミシュリーヌを考案した、ミシュラン創業者の一人、アンドレ・ミシュランによれば、鉄道車両にも自動車と同様に、 空気入りのゴムタイヤを使用することで騒音や振動が抑えられ乗り心地が改善されるという。一方、ゴムタイヤでは金属製の車輪のように踏みずら勾配による自己操作機能を持たせることはできない。このためリムの内側に取り付けられた大きな金属製のフランジにより曲線部の案内を行っている。また、ゴムタイヤは金属製の車輪に比べ耐えられる荷重が小さい。 レールの幅は限られているため、大型自動車のように幅広のタイヤやダブルタイヤを用いることはできない。このため、多くの方では一つの台車に三つ以上の車軸を設けて車輪の数を増やしている。またジュラルミンを利用して車体を軽量化したものもある。これには当時発達途上にあった航空機の製造技術が応用されている。アンドレ・ミシュランがミシリーヌを考案したのは、 1929年に、クレールモンフェランからカンヌまで夜行列車に乗車した際、車輪の騒音に悩まされたのがきっかけであったという。同年10月には、ルノー製の自動車を改造した試作1号車が製作されている。1931年9月10日の試運転では、アンドレの息子マルセル・ミシュランの運転する試作5型が、パリー・サン・ラザール駅とドービル間、 往復 219.2km を2時間で、走破することに成功した。1932年に製造された11型は、北部鉄道に4組、東部鉄道、国有鉄道、パリオルレアン鉄道に、各2組、カーン、ラメール鉄道に1組が納入された。この型は、セミトレーラ上の機関車と客車の組からなる。主な仕様は、以下の通りである。 1932年5月21日には、東武鉄道のシャルルビルジベカンで営業運転が始まった。これ以後、より大型、高速の方が相次いで製造された。また、標準機用のものばかりではなく、狂気のものも製造され、インドシナやマダガスカールなどフランスの植民地で使用された。これらの車両の一部は、アメリカ合衆国のバッド車で、 同社のステンレス工のスポット溶接の技術を用いて製造された。1935年にはミシュランのライバルであるイギリスのダンドップ社も独自に開発したゴムタイヤ走行の鉄道車両を製造した。これはミシュリーヌとは異なり走行用のタイヤの前に案内用の金属車輪を別に備えていた。ミシュリーヌは1950年代にほぼ営業運転を終えたが、 マダガスカルのフィアナランツォア東海岸鉄道では2008年現在も2両が観光用に運行されている。またフランスミュールーズのして、デュトランにはミシュリーヌ22型が保存されている。ゴムタイヤ走行による鉄道は走行用の路面と案内用の機場を別に備えた案内機場式鉄道として発展している。パリのメトロでのゴムタイヤ化にはミシュランも協力しており、 1956年に11号線で実用化された。ありがとうございます。